はい、今日は、柴崎はね、お気に入りの国の一つポルトガルにあなたと一緒に、やってきましたよ。さあ、今日はその中でもね、特に素敵だなと思うね、ポルトという町であなたと一緒に一日絵を描いてみたいと思います。このポルトという町はポルトガルの中で2番目に大きい町です。もちろん一番大きい町はリスボンですね。でもこのポルトの町がね、なんで有名かっていうと、この古い歴史に富んだね、美しい建物がねあるからなんですね。そしてこの美しい建物を作った、そのような繁栄をもたらしたその源は、この下の方を流れているこの川、道路川にね秘密があるんですね。このポルトではたくさんのブドウを産出して、そこから美味しい美味しいワインを作っていました。そのワインをね、この川の道路川を使ってね、イギリスに18世紀から19世紀あたってね、たくさん輸出したんですね。地元ではポルトのワイン、ポルトワインと言われたらしいんですけども、イギリスではこれをポートワインと呼んでいましたね。え、ポートワインって言ったらもう知らない人はいないですよね。私たちはさっきね、この橋を渡ってね、今歴史地区がよく対岸に見えるこっち側にね、今スケッチポイントを定めて絵を描き始めてますよ。あの渡ってきた橋はね、ボン・ルイス一世橋と言います。さあ、こちらに来た意味はね、いろいろあるんですけども、比較的観光する方が少なくて、ゆっくりと絵を描くことができます。そして何よりもね、はい、この道路川をね挟んで対岸にね、世界遺産の街並みが見えるんですもんね。あの街並みのね、大きい建物は司教館、またピラール修道院とかね、いろいろとね、素敵な建物がね、丘の上にずっとこうねそびえてます。そして今描いているこの船、これがイギリスにワインを運んだ船ですよね。ラベーロ船と言います。なんかそうやって思いながらこの風景を見ていくとね、当時のヨーロッパの人々の生活、そして交流、いろいろと見えてくるような感じがしますね。そして一層風景が身近なものに感じられてきます。このね、これはこの対岸、この北斜面ですけども、ここにね、斜面にこうずっと上に登っていくようにね、素敵なね、古い古い綺麗な建物がたくさん並んでるんですね。そしてこのワインを運んだラベーロ船、形もとっても面白いです。
船の上には当時のワインの樽がたくさん積んだままになっています。どうですか？ね、こちらの対岸に座ってこの風景を見ながら、ね、ゆっくりとこうやってスケッチの時間をすごく過ごしていく、幸せですね。実はポルトガルと私たち日本の国はね、歴史的に古い友人ですね。ポルトガルからたくさん日本にいろいろなものが伝えられて、ですから今私たちが使っている日本の言葉の中にもポルトガルに由来するものがいくつもあります。そう思いながらね、このポルトガルの国々を旅するとまた一層感慨深いものがあります。そうやって世界に乗り出していったポルトガルの人々、その船もまたこのポルトの町で作られたんですね。さあ、ラブエロ船もできてきましたよ。昔のこのワインの樽をね、満載して大西洋に乗り出していった、そういう人々の活気とか元気のいい声とか、そういうものでね、なんか聞こえてきそうな気持ちもしますね。今日はね、あなたと一緒にポルトの街、道路側に浮かぶラブエロ船、これをねゆっくりと見ながら描いていってます。ポルトガルの方たちも大変ね、親切で優しい方たちばっかりですね。またこの困難時期が収まって、いつかねあなたと一緒にこのポルトの街にもう一度スケッチに行けたらいいなと柴崎も念願しています。今はねもう静かに休息の時間を過ごしているラブエロ船です。書いて出来上がりですね。はい、周りをちょっと剥がしてみましょうね。どうなったかな。はい、出来上がりです。はい、書き上がりました、ね。ポルトガルのポルトという、場所ですね。もうね、柴崎書いてる中でいろいろとお話ししましたけども、道路川っていうね、ここ川のところ、ここからワインがね、海外に、積み出された、そういう、まあ、とても由緒ある場所ですね。今は、まあ、観光客の方ね、に見ていただくために昔のそのワインを積んだ船をここに、まあ、展示するように係留してあります。とっても趣のあるね、また歴史のある素晴らしい街でしたね。はい、その雰囲気がね、まあ、少しでもあなたに味わっていただけたら柴崎もとっても嬉しいです。またこうやってこれからもね、水彩画を使って柴崎が行ってきた、まあ、日本全国、また世界各国のね、いろいろな風景、風物、
絵にしてみたいと思います。ぜひ楽しみにね、お待ちください。はい、今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。またすぐにお会いしましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。